ベピコロンボは宇宙航空研究開発機構と欧州宇宙機関の共同プロジェクトによる水星探査計画である。水星の時点と光点の共鳴関係を発見し、マリナー10号のミッションを成功に導いた複数回のスイングバイを計画したといった業績を残したイタリアの数学者、天文学者のジュゼッペコロンボの愛称にちなんで命名された。当初の計画では、 アリアン5ロケットで2010年に、水星磁気圏探査機、水星表面探査機、水星着陸機の3機を打ち上げる予定だった。しかし、2003年に行われた計画見直しの際に、水星着陸機は中止された。ロケットも、予算の問題から、ロシアから輸入して、ギアナ宇宙センターから打ち上げるソユーズロケットを、化学衛星、探査機に使う方針だった。 しかしその後、ベピコロンボは、重量が予定より増加したため、再びアリアン5による打ち上げに変更された。そして2018年10月19日に、現地時間の22時45分に、南アメリカ大陸北端部のギアナ宇宙センターから、打ち上げられ、地球を旅立った。今後、複数回のスイングバイを経て、水星周回軌道に投入する予定である。二つの探査機は、 水星到達後に分離し、協力して約1年間にわたり、水星を探査する計画でいる。エサと弱さの担当は次の通りである。水星は太陽に近い軌道を公転しているため、その公転速度は太陽系の惑星中で最速である。他にも、技術的な障壁がいくつも存在する。そのため、水星の周回軌道に探査機を投入することは、難しく。 マリナ10号では水星をフライバイしながら探査を行っただけであった。ベピコロンボ探査機は2018年10月に打ち上げられイオムエンジンを用いた電気推進1回の地球スイングバイ、2回の金星スイングバイ、6回の水星スイングバイを経て7年後の2025年末に水星に到着する予定である。到着後まず MTM を切り離し、 その後、ンポの2液式の化学推進により、水星周回軌道に投入する計画でいる。ミオトンポの探査軌道 MMO の周回軌道で、MMO を分離し、その後、モーシフを分離したンポは、塩水天コ度を下げて、周回軌道に遷移させる予定である。その後、約1年間にわたって、観測を行う計画でいる。ベピコロンボは、 複数の独立して機能する探査機である MMO と、んぽとを連結した状態で水星へと向かった。なお、水星軌道投入までは、電気推進モジュール MTM が使われる。MMH、モン酸推進薬を使用する二液式の化学推進系が地球軌道からの脱出時と月へのフライバイ時に使われた。それ以降は、加工品を使って遮断され、 巡航フェーズにブローダウンモードでのみ使われる。巡航フェーズでは、イオンエンジンを使って航行する。これにより長時間かけて、太陽に対する速度を徐々に低下させながら、水星の周回軌道に投入できるようにする。MMO トンポの特徴は、水星磁気圏探査衛星が、プロトン磁気探査機を搭載しており、その他電磁場探査機などによって、 太陽嵐によって発生するだろうと考えられている磁気圏探査を目的にしている。この探査機器は従来の機器よりも高感度の機器類である。両探査機は水星の極軌道に投入することにより太陽からの直接的な熱流入を半分に抑え、水星近傍での約 700K という高温の熱覆射から衛星を守る予定である。予定通りの軌道に投入できれば 高度約 100km 程度の位置を約15分で周回する。このため、太陽面に近いところを周回するときには、探査を行い、太陽面の反対側に回るときには地球へ観測データの送信を行う計画である。しかし、この方式では、地球でデータ受信可能な時間が短いため、高バンド通信などの開発も同時に進めている。 MMO 水星磁気圏探査衛星は約2 8 5キログラムのスピン安定姿勢制御方式の衛星である。水星軌道投入後は高度401万1 8 2 4トルの大円周回軌道から観測を行う。水星の固有磁場、磁気圏、大気などの観測を目的とする。プラネット計画で培った。 惑星間磁気圏探査機器類を基礎として高温に耐えられる設計を目指して開発を行った。MMO はスピン安定姿勢制御方式を前提に設計されているために惑星間高校で太陽に接近した際に探査機自体は回転しない三軸安定姿勢制御方式では高温に耐えられないので MMO は水星到着までの間 MMO3 シールドによって 太陽光から防護される。搭載観測機器、んぽ水星表面探査衛星は、約 357kg の三軸、安定姿勢制御方式の衛星である。水星軌道投入後は、高度400、1500km の大円周回軌道から観測を行う。水星の表面地形、水星の表面の鉱物と、化学組成、重力場の精密計測を目的とする。 ジオットなどで培った殺像を目的にした探査機器類を基礎として高温に耐えられる設計を目指して開発を行った。なお、うんぽは水星の地形を観測する目的も有し、2011年に水星の周回軌道に入ったメッセンジャーに不測の事態が発生した場合の保険としての意味もあった。水星の自転周期は公転周期の3分の2であり、 水星表面全体を撮影するためには、水星の太陽比、すなわち、光転周期の2倍の時間を要するからである。搭載観測機器打ち上げ後、探査機は双曲線軌道を描いて3.475を超える速度で地球を離れ、まず地球の光転軌道に近い太陽周回軌道に入る。1年半後に地球スイングバイを行い、金星に向かう軌道に遷移する。 続いて2回の金星スイングバイにより、探査機の近日点を水星近くに移動させた後、6回の水星スイングバイで水星との相対速度を1.76まで下げる。第4回水星スイングバイの時点で、探査機は、水星の交点軌道とほぼ同じ太陽周回軌道に入り、水星近傍に止まる。4回の最終噴射により、 相対速度をさらに下げ、2025年12月5日に、水星の重力を利用して、塩水1017万8 0 0 0トルの水星極軌道に入る。ここで、MTM を分離し、その後は、んぽの化学推進モーターで、探査軌道に投入する。2018年10月20日から2025年12月2日までのベピコロンボの予定航路。ベピ、コロンボ、地球、 金星、水星、太陽特に断りのない限り、2018年現在以下の予定である。2018年10月20日から2025年11月2日までの時系列。赤線は水星との相対速度、青線は水星からの距離。赤丸はスイングバイを示す。南アメリカ大陸の北端部のような赤道付近からロケットを打ち上げると地球の時点を 最大限利用できる。太陽系に存在する惑星の中で、水星は太陽に対する位置エネルギーが最も低いため、その分だけ太陽を周回する運動エネルギーが高く、ないと太陽に落下してしまうからである。詳細は、運動方程式の記事などを参照。水星は太陽系内の岩石惑星の中では、その大きさに比して、核の割合が大きいであろうことが、 従来の観測で示されている。その原因が、かつて水星の表面が蒸発したためなのかどうかが、この装置でわかるかもしれないと考えられている。水星査機メッセンジャーは、予定よりも長く水星周回軌道上で運用されて、十分な成果を上げ、2015年に運用を終了した。 地球以外の天体に探査機を送り込む場合には、可能な限り少ない燃料で到達できるようにすると、打ち上げ期間が限られる。詳細は打ち上げ、ウィンドウを参照のこと。国際水星探査計画ビピコロンボの打ち上げ日時の変更について、JAXA。 h t t p w w w j a x a j p p r e s s 2 0 1 8 0 9 2 0 1 8 0 9 2 7 m m o j h t m l 2 0 1 8年9月30日。閲覧。ふういず、ジコロンボ。Center of Studies and Activities for Space。2007年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月21日閲覧。ベピコロンボ計画の日本のオービター生き残る弱さ。宇宙科学研究所2020年4月24日、閲覧、水星探査機、ミオ打ち上げ成功2025年到着予定。朝日新聞デジタル。https、w w w a s a h i c o m sp、articles、アスルブル45ンルブラルブジレデー。 hhtml,if, イコール s p ニューニュースリスト n 2 0 1 8年10月20日、閲覧。水星探査機、ミオ打ち上げイコール日曜共同計画、物量ギアナから JAXA。時事通信。https コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com ス <am> ラッシュアンプスラッシュアーティクル、k イコール2兆181億200万 121& g イコールソック2018年10月20日閲覧。ビッピコロンボー MMO の熱制御系。ISS、http コロンスラッシュスラッシュ w w w i s a s j a x a j p スラッシュ j スラッシュ f o f r e f r o n t スラッシュ2011スラッシュおかスラッシュインデックス .s html2012 年3月5日閲覧。ビッピコロンボ マーキュリーミッション 2B l ー u n c h e d i 2015エサ http://ci.esa.int スラッシュ sci nce ダッシュ e スラッシュ www スラッシュオブジェクトスラッシュインデックスドット cf m オブジェクティドイコール5100号2012年3月1日閲覧水星探査計画ビッピコロンボートピックス一覧 JAXA 2015年3月19日閲覧日曜初の水星探査機ベピコロンボ日本側の探査機 MMO 公開宇宙エレベーターニュース http コロンスラッシュスラッシュ senews.jp スラッシュ l テライスラッシュ2015スラッシュ03スラッシュ16スラッシュ4712015年3月19日閲覧 水星時期券探査機 MMO に関する説明会。JAXA 2018年1月22日へ閲覧。水星時期券探査機 MMO に関する説明会。資料。JAXA 2018年1月22日へ閲覧。水星時期券探査機 MMO の相性決定について JAXA。JA http コロンスラッシュスラッシュ w w w j a x a j p スラッシュプレススラッシュ2018スラッシュ06スラッシュ2018 0608mmo 20 20 jhtml 2018年6月9日閲覧 ab 松村武博いってらっしゃい水星探査機未予地球スイングバイを実施 sorae.jp https://sorae.info/space/20200411-mio.html2020 年4月12日閲覧。水星探査機、ミオ地球スイングバイ成功。読売新聞長官2020年4月22日。水星探査機、ミオ第一回金星スイングバイ実施通過時の写真を公開。 空へ、2020年10月17日閲覧。ブッペコロンボーエサハット、ビッピコロンボー。ナショナルスペースサイエンスデータセンター、NASA、2015年4月6日閲覧。ミッションオペレーションズ、ゲッティングズ・マーキュリー。ヨーロピアンスペースエージェンシー、2014年2月7日、閲覧。ビッピコロンボーファクチット。ヨーロピアンスペースエージェンシー、2017年7月6日。 閲覧。水星探査機。未を初期確認を完了。4月10日に地球スイングバイ実施。sorae.jp。2020年3月28日閲覧。ありがとうございます。